ストリボーグを崇拝する人々ストリボーグはスラブ神話の風神。ストリボーグはインドヨーロッパ系の神がその由来であったと考えられており、名前の由来もインオーソ語で父なる神を意味する語に求められると考えられている。名前については他にも諸説があり、古代蘭語で最高神を意味する語に由来している、あるいはスラブ祖語で破壊を意味する語である、 または中世ロシア語で、おじを意味すること、神を意味する、ボグの結合である、といった意見もある。ストーリーが、スラブ語では、風を意味することから、風の神とみなすこともある。日本語でのカタカナ表記としては、以下のものが見られる。一般的に風と、大気、天候を司る神格だと解されているものの、詳細についてはほとんどわかっていない。その名前も、現初年代記や、 イーゴリ軍旗などに登場するのみである。イーゴリ軍旗の中で、風は風の神ストリボーグの孫たちや、ストリボーグの末であるとされている。太陽神のダジボーグと体になる神であるとの見方も、ある。また、イーゴリ軍旗によると、スラブ人に信仰されている、はずのストリボーグや諸々の風の神たちが、スラブ人と敵対する側に立ち。 イーゴリラに向かかっっててて海の方から矢を放ってきたとされているこの場面は、スラブ人が自分たちをラジボーグの末と習慣的に呼んでいることから、同様に敵側をストリボーグの末と呼んだ可能性があるとも考えられている。あるいは、ストリボーグが元来スラブに伝わる神ではなかったか、荒ぶる神であったのではないかとも言われている。その生育は、980年に、 ウラジーミル一世が心臓を置かせた、キエフの丘以外はあまり知られてはいない。現初年代記によれば、キエフの丘には、このストリボーグのほか、ペルーン、ホルス、ダジボーグ、シマリグル、そして、モコシの、計六体の木造が建てられ、多くの人々が神と崇めて拝んでいたという。スラブ神話を今に伝える資料の一つに、4世紀に、 キリシア語で書かれた、その注釈に見出される聖グレゴリオスの説教最初の、異教徒たちが偶像を崇拝し、これに供物を捧げ降りたるのみならず、今もこれを行いたることを、11世紀頃に、スラブ語に翻訳した、聖グリゴリー講話がある。原点は、4世紀の東ローマ帝国の聖職者、聖グレゴリオスが高原祭を祝う場で語った内容を、書き記したもので、 周辺地域における異境的風習が論乱されている。この講話が数百年後にロシアに伝わって訳された際に翻訳者たちは自分の出身地における古来からの信仰についての解説を書き込んだ。つまり本文に挿入した異境的風習をも論乱する形式を取りつついくつもの写本が制作されていった。こうして残された数バージョンのセイグリゴーリー講話は いずれも原点の聖グレゴリウス講話とかなり異なる内容となった。しかし、まだ教会に関わる人々だけが文字で記録していた時代に異教を論難する目的で書き残した文章が当時の農民など一般の人々の日常の暮らしやそこに根付いた信仰の内容を後に伝えることとなった。すなわちスラブ語の聖グレゴリウス講話にはストリボーグの名前と キリスト教系後も他の神々も含めて古来の信仰を続けていた人々がいた旨が記録されている。ありがとうございます。